ぶつかる。ギャー。何それ。というわけで、交通安全啓発動画、始まるよ。って何何何。はい。夜道はこれがあるから注意。信号無視。すんな。逆走2機が。こうなるから逆走野郎に注意。左に。やっと右。急な車線変更はするなとあれほど。後ろの車が怖いです。ぶつかってきそう。この間合いの詰め方、怖いよ。わかるもんだよな。わお、キツキツですねー。内輪差です理想だ。こんな風に。それは別動画。む。急ブレーキと思い込みは良くない。信号無視2機は。やったぜ。車列の合間から出ていく車。子供の飛び出し刑事庫のテンプレ的状況です。おいおいおい。こうやって引かれてくんだよな。車は急には止まれない。大型車の前での急ブレーキは、まずこうなるからな。息を吐くような信号無視。こりゃ人殺しだな。スマホ見てたけい。さて、今回も道がキツキツですねー。は？なぜ入れると思ったのか。わー、子供が飛び出してきそう。対向車のはみ出しはないかな。自転車は橋を走って、邪魔だ、チャリンカスってー。道交法違反の軽車両、ジェレミー・クラークソンの目の敵。こやもう、次回の動画はチャリンカス関連の安全啓発動画にするしかありませんな。この事故り方はかわいそうすぎだがな。こういう無謀運転で、運転手をイライラさせる奴らこそチャリンカス。運転手の皆さんがうっかり引いて前科者にならないよう、安全啓発頑張ります。では、ご視聴ありがとうございました。